ートレース常滑2日目の攻防戦は予選競争第4レースが始まりました。ここは6号艇に松井しげる、スタート展示の並びは136ダッシュで245、どうやら本番もその並びに推移していきそうです。対戦メンバーは1号艇富永秀一、2号艇武田義行、3号艇篠原誠也、4号艇小沢学、5号艇藤井直人、6号艇松井しげるの6選手です。1号艇富永の陰線となります。今日はここ1回走り、昨日は2走3コースと5コースから2着と3着としたのが富永、3号艇篠原誠也が2コース、そして3コースに6号艇の松井しげる。昨日は前半が4コースからまくりを仕掛けての2着、そして後半のドリーム戦は逃げて1着。ここは松井、それから富永、人気を分けました。ダッシュ3艇、4コースの角には2号艇の武田義行、武田はここチルトプラスの 0.5 度としています。その外4号艇の小沢学、12号機の小沢が5コース最アウトから5号艇の藤井直人です。3対3、常滑4レース1番、3番、6番、2番、4番、5番でスタートしました。1コース1号艇の富永、そして3コースから6号艇の松井とスリットは若干先行で、1号艇の富永回っていく、2号艇の篠原外を攻めて内側に6号艇松井、さらには2号艇武田、4号艇の小沢、2番手争いが混戦となっていくか。インから押し切ったのは1号艇の富永秀一、スリット裏では3艇身優勢2マークに向かいます。なお前提スタートは正常でした。2番手争いはどうか。1号艇富永の後ろ、4号艇の小沢が先に回りに行って、2号艇の武田差し、6号艇の松井が2番差しで前に迫ってまいりました。2番手は6号艇の松井、この2番差しが届いて前は1番6番、2番手3番手の定冠は一定身、3番手は現在2号艇の武田優勢ですが、4号艇の小沢、さらには3号艇の篠原、差がありません。1号艇富永トップ、6号艇松井2番手、2号艇の武田が外を回って3番手回りに行きましたが、内側からは4号艇12号機の小沢学が迫ってくる。3番手は外、2号艇の武田、4号艇の小沢が内という競り合いの中から内外入れ替えての3番手争い、その後ろに3号艇の篠原です。1番6番の後ろ2周にマーク、若干混戦になりかけましたが、外を握ったのは4号艇の小沢、内を回りに行ったのが2号艇の武田で、やはり3番手争いはこの2艇、内、武田、外、小沢、ほとんど船は並んでいます。あとは若干遅れる格好で3号艇篠原、5号艇藤井の追走です。1号艇富永、6号艇松井、後ろは2号艇の武田が回って、4号艇小沢は篠原を行かせてからの差しとなりまして、ここで3番手は2号艇の武田、3番手4番手の定冠も4艇身と開きました。1番、6番、2番、最終ターンマークです。今日はここ1回走り、富永秀一、1号艇白星に結びつけました。6号艇松井がさばいて2番手、2号艇の武田3番手、1、6、2、4レースゴールを迎えます。1着1番の富永5輪、2着6番の松井5輪、3着は2番の武田5輪、後ろは4番、3番、そして最後方5番とゴールしています。